回はペッパーフードサービスよりも手堅いというふうに、いまだになぜ倒産しないのか、2年間の時間を味方につけて復活する、知らんけど。中山です。視聴者様から早速質問をいただいておりますので、早速ご紹介したいと思います。一つ目の質問は、黒字の本線を逃した上に4月にペッパーの社長の一部の株の一部試験出ししていたでしょということで、確かに試験に出しているというところが書いてあるんですけれども、つまり JP の株というのは、これはペッパーランチの運営会社の株 49% と、残り 51% に対して、S フードが、ペッパーフードサービスですね、親会社の方を十数%持っているので、それからペッパーフードシステムの社長と、試験を取った分の株式で、合計 67% あるのかな、多分まだないとは思いますけれども、実質 67% 以上を支配をしたいんじゃないかなというふうに書いてあります。まあ知らんけどということなので、まあそこまでするかどうかというのはちょっとわからないですけれども、それから次の質問なんですけども、これだったら S フードの株買えばいいんですかねっていう、まあそういう質問でございまして、S フーズという会社はですね、肉の卸売業だけではなくて、自らも外食事業をやってますし、直接消費者向けの商品も作っています。例えばこてっちゃんっていう商品の名前聞いたことあると思うんですけども、あれはですね、まさに S フーズが開発した商品ということになります。でこの会社は売り上げは確かに増加しているんですけども、利益が横ばいで株価はあんまりパッとしないんですよね。ただし日本ハムとか伊藤ハムに比べたら、まあ、若干悪くないかなという感じはしますけれども、でもあんまりそう買いたいっていうほどの感じでもないかなというふうに思います。あと経営者がですね、若干お元気だとは思うんですけども、若干ご高齢なのも気になるかなというふうに思います。ところで肉といえばですね、アメリカにビヨンドミートというのがあって、こう菜食主義者向けに植物性の人工肉の新興企業があるんですけれども、こっちの方は去年上場しまして、私はそっちの方が面白いかなというふうに思います。まあ、株式もですね$133から買えるということですので、少し見ていただければいいんじゃないかなと思います。私は買っていませんけども。では次の質問なんですけれども、いつも楽しみに見ています。ワンブランドの飲食の展開は100億円で黄色信号で、300億円で赤信号だと思います。なるほど。これはですね、一つのブランドの飲食業というのは100億円を上回る売り上げになると、だんだん成長が衰えてくるということだと思うんですが、で300億円超えるようだと、これはちょっとなかなか今までの経験からいくと、もう引いた方がいいんじゃないかなっていう、まあそういうことだと思います。過去の飲食業というのはいろんな会社ありましたけども、大体これに当てはまっているということで、私もそうかなと思います。で、いきなりステーキは100億円から300億円がわずか2年で達成したと。例えるなら、視界良好の高速道路で、時速200キロオーバーで飛ばしていたら、10メーター先にいきなり赤信号が来たようなものです。しかも警察がいたという、そんな感じですよね。で、ただ S フーズが現れたので延命できると思いますが、国を、ペッパーというのは、これはペッパーフードサービスの社長さんのことですね。が、久美子かぐや姫になるだけですと。あ、なるほどね。はい。これは山田電機のところで、私は動画作ってませんけども、山田電機でお調べいただければなんか出てくると思います。ワンブランドで成功している企業は、マック、サイズなど、質ではなく数字で成功している気がします。なるほどね。よって、投資的にはほぼ同じ肉業態ならば、肉ザブ（非上場）。これを上場したら狙うということでしょうかね。上場企業ならナッキースワンキー（マザーズ）に投資していますが、ご教示願えたらと。私がこれで教えることは何もないと思うんですけれども、まあ実はこれ大変参考になるコメントだなと思ってまして、私も飲食店のその経営の数字というのを毎月結構見ていたと思うんですけれども、道頓堀とかですね、大阪の方を中心によく見てたんですが、まあ、何かにこだわり出す飲食店というのは利益が出ないと、まあ、こういう傾向がありまして、逆に適当にやっているもの言い方ちょっとあれですけども、まあ、適当にこうやっていくとむちゃくちゃ利益が出ると、まあ、こういう傾向があるんですね。非常に不思議なもので、飲食店というのは味を追求したり何かにこだわり始めると成長しなくなると、必ず限界がやってくるということだと思います。多くの飲食店が急速に事業拡大をして、中には上場するところもあるんですけれども、味なり何なり追求するところは、あとは自然素材とかね、それから、みたいに必ずキッチンで作りますとか、ああいうのはいつか成長が止まって、そこから下り坂を転げ落ちるということになります。しかし消費者に向かっては適当にやってるところが儲かるんですけども、味は適当ですとかコスト第一主義ですと、そんなことは絶対に言わないということになります。似たような例を一つだけ挙げるとすれば、つけ麺屋さんとかラーメン屋さんに行くと製麺室というのがありますよね。あの部屋では実は麺はほとんど作られていないということになります。8割方作られてないと思います。あれは機械を置いてあって作っているような雰囲気を出しているだけということになります。本当に製麺室で麺を作っているお店というのは確かにあるんですけども、そういうお店ってね、長くは続かないんですね。逆になんですが、ひどい話なんですけれども、スーパーで売っている、棒ラーメンとかカップラーメンとか袋ラーメンありますよね。あれの粉スープをベースにしたスープを作って、それをラーメンとして提供するお店はですね、むちゃくちゃ利益が出て、しかも不思議と繁盛するという傾向があります。そういうところを知っているということですね。みんなそれを食べるとですね、不思議なことに、うまいねこれみたいな感じで食べていくんですよ。で、そのうちどっかからの雑誌の取材がやってきて、このスープは何ですかみたいな感じで聞かれるんですけども、そんな質問に、これは豚の背脂と、そういったものをベースに、独自の配合で、野菜もこことこことここの野菜を集めてきてみたいな感じで、長時間丹念に作った秘伝のスープなんですというように、嘘っぱちで答える。で、この罪悪感が快感に変わるようであれば、一人前の店舗経営者になるというふうに、これは私の勝手な基準で、なんですけれども、そういうふうに思います。非常に分かってらっしゃる方なんじゃないかなというふうに思います。それからですね、私がああだこうだいう感じではないんですけども、ナッティスワンキーっていう会社があって、それは餃子の飲み屋さんですね。餃子飲みといえばいいですかね。で、それのダンダダン酒場の運営をしている会社になります。しかしですね、この餃子銘柄というのは、私はここ検討したことがあるんですけども、私の場合にはですね、大阪王将を運営しているイート&という会社があるんですが、こっちの方に買っちゃったんですよね。おそらくなんですが、これナッティスワンキーもそうだと思うんですけども、日本に餃子文化というのがある限り、おそらく持ってていいんじゃないかなというふうに思います。餃子というのは別に店に出すだけではなくて、スーパーに行けば冷凍食品売ってますし、冷凍じゃなくてもチルドのものもありますし、いろいろなんかできると思うんですよね。焼き餃子もあれば、水餃子もありますし、いろいろとあると思います。で、あの酒場のですね、餃子を冷凍にしてスーパーで買って、ご家庭であの肉汁が出るみたいなところができれば嬉しいなというふうに私は思いますよね。はい。そんなところでいいでしょうかね。では次の質問なんですけれども、いつもありがとうございます。楽しみに見ています。リートの2番底はいつ来ますか？その時に福岡リートを買おうと思いますが、タイミングをご教授ください。リートはですね、株式市場に少し遅れる値動きをします。これは、以前、楽町のチャンネルで私が説明をしたことがあります。で、従って、株式市場を見て、株式市場の底打ちかなっていうところから、数日から1週間後に買えばそれでよろしいと思います。私のこれ個人的な感想なんですけれども、私の感想では、予想では、今の株式相場というのは、いわゆるパンくず相場みたいになってるんですよね。パンくずってこっちにありますが、パンのくずっていうのは、サイトの、この部分、なんですけども、いわゆるゴミ拾いの相場になってると思います。航空会社、ホテル、飲食、そんなところですよね。で、そういったところも買われてしまう。いうことなので、言い方を変えると、これ、くず相場とか、ゴミ相場とか、なんかそんな言い方の相場になります。もう少しちゃんとした言い方が、をすれば、不況の株高といったところかな、というふうに思います。で、そういうのは、これは私の経験かなと思うんですけども、そういう書籍も1回見たことありますが、2ヶ月から3ヶ月すれば大体元に戻ってくると。そこが2番底じゃないかなというふうに思います。今の状況に当てはめてみると、例えばお盆休み、それから夏枯れ相場、去年ありましたね。それから今ワクチンを一生懸命開発して、いるんですけども、日本でもアメリカでもですね。で、臨床試験やってみたけども、そんな簡単じゃなかったね、みたいな、いや、全部ダメでしたと。まあ、そういうことがわかる時が全部その夏に重なってくる、いうふうに思います。その時仮に下落をするとすれば、まあ、どうなるかわかりませんけども、そこから少しずつ分けて買い始めるのがいいのではないかなというふうに思います。まあもちろんですね、これは私の感想ですので、外れるかもしれませんけどね、と、一応申し上げておきます。では次の質問なんですけれども、当該会社との関わりが一般消費者とあまり変わらないため、解説内容も一般論に終始した感がありますと。リート解説のような、鋭さ、他に例を見ない。背景知識の深さが感じられず残念な感じがしましたと。なるほど。もしお時間が許すのであれば、昨今のリート市場の急回復の背景や、株式市場の実態と大きく乖離する動きについてご教示をお願いします。偉そうな意見を申し上げてすいませんと。まあ、そのように書いてありますけれども、これはですね、まず後半からお話をしようというふうに思うんですけども、こちらの方は日銀からレポートが、おとといくらい出ましてですね、こんなレポートがあります。日銀が初めて CLO という、まあ言ってみれば FX みたいなもの、まあそういう証拠金取引ですね。まあそういったものの金融機関向けのもの、まあそれについて初めて取り上げたレポートがつい数日前に出ました。で、これは各金融機関の CLO について調査をして結果をまとめて公表したということになります。で、こういった日銀のレポートが出てくると、それが政策に反映されて、1年後から2年後には、それが現実のものとなるということが過去何回も起きています。今回の CLO についての調査レポートについては、もう一度株価の下落が起きると、金融機関はかなり厳しい状況に追い込まれると。書いてないんですけども、と読めます。これがそのグラフの一部分なんですけども、グラフの上の文字を読むと、いわゆる2番底のリスクも十分に意識した慎重な検討が求められる。まあそういうふうに書いてあって、このグラフは何かというと、今回の急落で、3月の急落で、いわゆるこの CLO の価格がどのくらい下がったかと、だいたい7割程度まで3割下がったと、いうことが書いてありまして、リーマンショックではこれが4割下がったということになります。したがってこれはまだ始まりかもしれませんねということが書いてあります。それから最後あたりにはですね、こんなことが書いてありまして、ストレス時にファンドから短期間に大量の資金流出が生じた場合などに、要するに2番底が起きた場合ということですね、CLO やレバローンというのは、FX みたいなものっていうふうに言っておきましょうかね。の市場流動性の著しい低下を契機とする価格の大幅な変動や、リファイナンスの困難化が生じ、その結果、デフォルト率が想定以上に高まる可能性がある点は、十分警戒する必要がある。まあ、このように結論付けております。これはですね、CLO の価格が急落して、銀行の自己資本比率が維持できなくなって、銀行同士が救済合併を起こしたり、あるいは破綻が起きる可能性はゼロじゃないかもしれませんよっていうことを多分言ってるんだと思います。まあ、直接そうは書いてないんですけれども、つまりここから行くとですね、今までのこう経験も踏まえて考えると、金融不安というものが1年後か2年後に起きるかもしれないと。最後に、その一環として別途金融庁と日本銀行が合同で行っている共通シナリオに基づく一斉ストレステストにも活かされているというふうに書いてありまして、この起きるかもしれない、いや起きないかもしれない1年後か2年後の金融不安に日銀は今備えているんですよということが書いてあるということになります。これはですね、他の YouTube チャンネルですごい有名なところがあって、いうとこありますよね。なんかすごい煽ってんじゃないかなっていうふうに思えるような、印象があるところなんですけども、金融機関が危ないとか、どこそこの地方銀行がもう一番最初に潰れるみたいなことをおっしゃっている。いや、言ってないかもしれませんが、まあそういうチャンネルあるんですけれども、で、それが一生懸命こう主張しようとしていること、まあ煽っているようにも見えなくもないんですけども、まあとにかく一生懸命主張しようとしていることが、これは現実になるかもしれないということを言ってるんですよね。で、この時の下落にもし皆さんが捕まってしまうと、株式もリートも長期間、まあ5、6年の範囲で塩漬けになるということになります。したがってもしこういうことが、まあ私は1年後か2年後こういうことが起きるかもしれないというふうに思いますけれども、まあそうなる前にいち早くというか、まあ早めに現金を残しておいた方がいいかもなという印象は持ってます。つまり今の話は2番底がだいたいお盆休みくらい、3番底が1年後か2年後に起こるのではないか。まあ、このように私は勝手に想像しているということになります。まあ、ちょっと参考にしていただければというふうに思います。では前半についてなんですけれども、私の考えでいくと、私のこのチャンネルの運営の方針なんですけども、いや、あるいは私が感じていることなんですけれども、YouTube というのは素人が提供する一種の知的なエンターテインメント。私はこのように思っておりますので、これをきっかけにして、例えばペッパーフードサービスの株を調べて買うと、まあもう少し待ってから買った方がいいかなというふうには思うんですけれども、何十倍にもなるかもと。それはパチンコやるより面白いかもしれませんよと。まあそういうことを言っておりまして、前回見せたこのゴールドカードのせいで伝わりにくかったかもしれませんが、実は今回もそのロマンがある話をするんですよね。そこでレオパレス21ですよ。今回はペッパーフードサービスよりも手堅いというふうに私は思います。さて、同社では先週1000人の希望退職の募集がありました。ご存知のようにアパートの施工不良問題、あるいは施工不備問題というふうに会社は言ってますが、世間を大きく騒がせた同社なんですけども、未だになぜ倒産しないのか、破綻しないのか、不思議に思ったことはないでしょうかね。このテレビ番組で端を発した施工不良の問題なんですけれども、2019年3月期、つまり去年ですね、の純利益はマイナスの686億円。さらに2020年の3月期、これは直近の決算期になります。その純利益は続けてマイナスの802億円になります。コンプライアンス、これは法令遵守と言われますけども、法令遵守を重んじる機関投資家からは、投資不適格で投資資金を全部引き上げられています。そのため、株価は4分の1まで下落しています。まあ、最近のニュースではよく出てきたのは、レオパレスの部屋に入ったオーナーが、いやー困っちゃったね、みたいな感じで困った姿が映し出されているところを見たことがある方は多いと思います。この建築基準法に違反する建物が実は大量に存在していたということについては、監督官庁の国土交通省も事態の推移を注視しているということになります。最新の決算では、純資産は今たったの15億円になります。年間のキャッシュフローはマイナスの120億円ということが出てきました。したがって、今期は間違いなく債務超過に転落するというふうに予測するのが通常だと思います。しかし、こんな状況の会社にあえて投資する2つの会社があります。現在の最大株主であるアルデシアインベストメントと第2位の株主、株式会社レノ、この2つになります。2019年、去年の5月にレオパレス21の大株主として登場しました。それ以来、買い増しを続けて、現在おそらくなんですが 12% 程度の株主になっているはずです。そして村上ファンドらしく今回の2月に取締役全員を解任するという株主提案をしました。しかしその臨時株主総会ではあえなく否決されてしまったんですね。これに反対票、否決をした投票をしたのが第1位の株主、アルデシア・インベストメントと言われています。この会社は現在 16% 程度保有しているというふうに思われます。そしてこのアルデシア・インベストメントっていう会社が全く素性がわからない謎の会社になっています。設立は令和元年に設立されています。直後から7回にわたりレオパレスの株の買い増しをしています。こちらがアルデシアインベストメントの最初の決算広告になります。これを見るとおそらく現在50億の資金でレオパレスの会社を買っているということになろうかと思います。まあ当然これは必要であればもっと投資をする可能性もありますよね。ちなみに素性がわからないのでアルデシアという名前にヒントがあるかなと思って考えてみたんですが、アルデシアという名前のものは熱帯にある観葉植物の名前になります。花言葉は輝かしい未来、気取った恋だそうです。参考になりましたかね。まあ、ネットの情報をつらつら見ていく程度なんですが、どうやら世界の長者番付で第5位になったこともある日本人が設立をしたファンドではないかなというふうな噂がありますが、真偽のほどはわかりません。では、なぜこのような不祥事を起こして債務超過寸前の企業の株を買っているのかというのが非常に不思議なところになると思います。これは考え方は違うと思いますけれども、この両者、第1位の株主と第2位の株主は両方ともこの会社は復活すると考えているというふうに思います。まあそう思って考えてみるといくつか理由があるんですね。このポイントは3つあります。まず1つ目、毎月の家賃収入があると。キャッシュフローが安定しているんですよね。2つ目、上場廃止になるまで、今債務超過になっているんじゃないかなというギリギリのところですけれども、債務超過になれば上場廃止になります。ただし2年間は時間は稼げます。上場廃止までに2年間の猶予があります。3つ目には、ようやくなんですが、施行不備、あるいは施行不良、こういったものが解消できる目処が立ってきたということになります。では理由の一つ目なんですけれども、ここは毎月確実に57万個分の家賃収入があります。まあ確かに施工不良問題が発覚してからは、レオパレスの入居率というのは大きく落ち込みました。しかしそれは現在は 82% まで回復をしています。まあ、レオパレスの仕組みってのは、ちょっと普通のアパートと変わっていましてですね。まあ、ご存知の方はご存知だと思いますが、体一つで、身一つで入居できると。これを売りにしています。最初から部屋の中には一通りの家電が揃っていて、敷金もなければ礼金もいらないと。仲介手数料も不要と。これを売り文句にしています。その分、家賃もちょっと、かなり高めになっています。私もレオパレスの建っている土地の評価をしたことがあるんですけども、なかなか家賃収入が多くてですね、土地の値段が高く出るんですよ。へーっていうふうに思ったことがありますけれども、まあ、このレオパレスのこの制度というのは、身一つで入ってくるわけですから、別のレオパレスに移ることもできます。で、したがって人気のある物件というのがやっぱりありまして、これは常に入居待ちで、順番がやってきたら、身一つでそっちに移る。そういう仕組みになっています。一方で余計な荷物を全部捨てて体一つでもう着替えだけで一旦レオパレスに入居してしまうとずっとレオパレスに居続ける必要が出てきます。生活に必要なものが全部提供されているということは普通のアパートに移ることが難しくなるということにもなります。家電製品全部買わないといけないですからね。冷蔵庫なり洗濯機なりテレビなりなんなりということでね。はい。なので、一回入ってしまえばもうレオパレスからは抜け出せないと。まあそういうことになるわけですね。で、これは完全に顧客の囲い込みになっているということでもあります。レオパレスのユーザーというのは学生がいますし、あるいは企業の社宅として使われていることが多いです。あるいはそれ以外の一般の個人の方もいます。そして最近ユーザーとして急速に増えているのが外国人労働者になります。したがってお金を払っている人、ユーザーというのは企業であって、勤め先ですね。企業であって住んでいる人本人ではない。こういう契約がおそらく5割程度あるんじゃないかなというふうに思います。したがってお金を払っているのは企業で、住む人はまた労働者なわけですから、別に壁が薄かろうが、エアコンが3時間で自動で切れる。まあそういうアパートらしいんですけども、3時間で自動で切れたとしても、断熱が不足していたとしても、まあ別にお金を払っている側からするとあんまり困らないということになるわけです。そして企業からすれば採用とか退職とか転勤とかそういうものに合わせてレオパレスに連絡をしておけば全国規模で対応してくれると。まあ賃料が相場よりまあそれは高くなったとしても便利ならそれでいいということだと思います。そういう仕組みなので資金繰りはしっかりとしているというふうに判断できます。入居率も現在 82% ということなので、事件の大きさの割には案外ダメージは大きくないということになります。同社は30年前にあったバブル崩壊でも危機に陥ったんですけれども、その時も助かった理由の一つが、いやこれが一番大きいと思うんですが、毎月の家賃収入であったということになります。2番目には、まだリストラの余地があるんですよね。同社の事業というのは、賃貸、アパートの賃貸、それからアパートの建設、それからシルバー事業、ホテル事業と、この4つが柱になるんですけれども、今後はアパートの建設は三大都市圏だけで行うと。シルバー事業というのは、貸すのを高齢者にすると。まあこういうことなので、賃貸事業に寄せていくということになります。またホテルは来年までに売却。そんなことを考えています。通常であれば、いや、リストラとしてはまだ甘いんじゃないのっていうホテル来年売るのって今すぐ売れよみたいな、そんな感じになると思うんですけども、同社の場合は賃貸事業でキャッシュフローが毎月定額ありますので、それから今後も入居率は向上していく傾向にあるということだと思いますし、グラフでも実際そうなってます。まあ、それで良いと。いうことなんですね。今後は賃貸事業にさらに集中をすることで生き残りを図ろうとしていますし、債務超過にはなると思いますけれども、年末には施工不良の対応もほぼ山を越えるのではないかというふうに思いますので、施工不良を解決したアパートが徐々に稼働してくるということも期待されますので、収益性は回復してくるというふうに思います。上場基準においては、2期連続で債務超過になると上場廃止になるんですが、逆に言えば上場廃止まであと2年も時間が稼げるということになります。この間に賃貸事業に集中すれば必ず復活できると。我々はバブルの頃も復活したと。まあそういうふうな目論見だと思います。アパートの施工不良に関しても、あと100億円程度の出費になるということなので、ホテルを売ってしまえば、まあ全部ではないとは思いますが、まあなんとかなるとは思います。しかも銀行は貸さなかったとしても、出資に前向きな大株主が、まあ1人か2人いるというところも大きなポイントになります。残念ながら株主優待は廃止となってしまいましたけれども、そういったおそらく復活するんじゃないかなと思える企業が今1株257円、100株で買うと 25,700 円で買えるということになります。皆さんのパチンコに行くときに1回2万円でかかるというふうにすれば、なかなか面白い話ではないかなというふうに思います。ちなみに同社の最高値、同社の株式の最高値は2006年につけた5000円というのがあります。そこから下り坂を駆け抜けるように20分の1になったということは、今後20倍になってもおかしくないと思いませんか、どうですかっていうことなんですけども、知らんけどっていうことで、投資は自己責任でお願いをします。まとめますと、安定したキャッシュフロー、2人の大株主、2年間の時間を味方につけて復活すると、こういう目論見ですし、私は復活するだろうというふうに思います。ただし保証は何もできませんけどね、ということなんですね。今の話を聞いたら、投資対象としては前回のペッパーフードサービスよりも確実で面白いんじゃないかなというふうに思います。決して進めるわけではないですけどね。以上、レオパレス21の将来性について簡単ですけどもご説明をいたしました。いかがだったでしょうか。この動画が役に立った、面白かったという方はこのグッドのボタンを、続きが見たい方はこの辺にチャンネル登録のボタンがありますので、最新動画の情報が届きます。今後も住まいと投資に関する有益な最新情報をお届けします。ご視聴いただきましてありがとうございました。